こんにちは、新鮮堂薬局鈴木です。今日も起立性調節障害の Q&A ですけれども、子どもが起立性障害ですが、異常に体力が落ちてしまって心配です。まあ、こんなお話は多々いただいてまいりました。例えばですね、階段を上がるだけで息切れしちゃうとか、3階の教室にたどり着けずに不登校。まあ、これ、皆さんが思ってる以上に、多くてですね、階段登れないから学校に行けないっていう子は、比較的多くいらっしゃいます。あとは、100メートル先のコンビニに行っただけでも疲れてしまうとかね、学校に行けても帰ってくると、ぐったり、あと、だるさで一日中横になっているような子供さんも多いですね。特に低気圧の前ですよね。それとか、女の子だと生理前とか排卵期。生理前っていうのはまあ、大体ね、生理の前ってことですぐわかりますけど、排卵期っていうのは、大体生理の日に12から14足す。例えば、11月の3日に生理が来たのなら、11月15日から17日ぐらいが大体排卵期ってことなんですけれども、そういう排卵期とか生理前っていう時に、ぐったりしてしまうような子も多いです。で、あとは、ここに書いてある、台風ですよね。台風前には起き上がることすらできない、という子も、少なくありません。この台風前っていうのも、また、ピント来ないかもしれないですけれども、台風が、本州に近づいたよっていうレベルではなくて、台風が発生したよっていう、天気予報ですよね。天気予報でそういうことを言ったレベルで、皆さんはっきり反応します。もう沖縄に近づいてるなんて言ったら、ほぼ、間違いなく顕著な影響を受けてますので、そこら辺はちょっと頭の中に入れておいていただければと思います。で、このだるさをですね、体力がないって、思われてる方が比較的多いんですけれども、このだるさが体力がない。で、すぐ疲れるから体力がないっていう、話なんですけどね。原因は基本はむくみなんです。で、むくみが取れてしまえば、基本的にはだるさも、改善します。で、もっと言えば、疲れなくなります。で、なんで、そんなに疲れてしまうのかって言ったら、単純なことです。体力がないというよりは、むしろ、エネルギー不足、エネルギーを作れない状態で、体質的に、エネルギーが作りにくい、状態になっているということなんですね。例えば、100メートルダッシュですよね。100メートルダッシュっていうのは無酸素運動なんですけれども、体に、筋肉に蓄えられている、ATP っていうエネルギー通貨ですけれども、これからエネルギーのことを ATP って説明することが多々あると思いますけれども、筋肉にとにかく貯蔵されている、ATP っていうのは大体7秒8秒で枯渇しちゃうんですね。そのために100メートル走ってしまうともう疲れるってことが起きる。まあ、100メートルって言ったら、まあ、大体の子が10何秒かかるわけですよね。だから7秒8秒で無酸素運動で枯渇してしまうようなエネルギーしかありませんから、もう100メートル走るとハーハーしちゃう。まあ、疲れてしまうってことが起きます。で、これ誰でも疲れるんですけれども、ちょっと違ったところで考えていただくとわかるのが、例えば、起立性調節障害の、子供さんが起立性調節障害だと、お母さんが、足がむくむ人が比較的多いんですね。おそらく3割以上。あ、違うな、3割以上じゃない。もしかしたら半分以上だったかもしれないですね。ちょっと今、約1300人ぐらいのアンケートをお答えいただいた方のデータをまとめていますけれども、また、数日中にそのデータを公開しますけれども、お母さん方に、まあ、とにかく子供さんが起立性調節障害で、そのお母さんですよね、足がむくむ方がとても多いです。で、足がむくむ方だと、大体覚えがあると思うんですが、もう、午後の3時頃になればもう足が重だるい。で、パート、うちのスタッフも、女性3人が、うちに勤める前まで、足がむくんでたんですけれども、その足がむくんでる状態だと、パートの仕事が終わって、家に帰って、で、まあそうすると一休みしないと、次の仕事に移れない。
帰ってきたらどっこいしょって座って、で、しばらく休んでやっと動くっていうような話をしていました。で、当然なんですけれども、その状態っていうのは、エネルギー生産効率が低下しているんですね。逆に、うちのスタッフはみんな、当然のことですけど、うちに勤めて、もう、2ヶ月もしないうちに足のむくみが完全に解消してますから、うちで働いて、帰ってから今までどっこいしょって、休んでたんですけど、その休む必要がなくなったっていうことで、次から次へと行動ができるっていうことで喜んでいました。で、さっき言いましたけれども、ATP ですけど、さっきは100メートル走の場合には筋肉なんですね。筋肉に蓄えられてる、ATP、エネルギーなんです。で、体内で、に蓄えられてる、ATP の貯蔵量っていうのは、だいたい3分で枯渇してしまう。まあ、ウルトラマンと一緒ですよね。3分で枯渇してしまうので、今若い人は知らないのかもしれないですけど、はい、ウルトラマンは3分です。3分で枯渇してしまうと。で、酸素や栄養を使い、常に ATP が、産生されてるっていうことなんですよね。だから3分で枯渇しちゃうんですけど、常にその3分分を補うような形で、どんどんエネルギーを生産しています。で、ここで念のために、わかるようになんですけれども、本来というか、皆さんあんまピンときてないんだと思うんですけど、細胞と血管とかっていうのは、離れたところにあるんです。まあ、これ本当に簡単な図にしましたけれども、臓器も、細胞から、血管から直接、口移しみたいな感じで、酸素や栄養を受け取ってるのではなく、血管から漏れ出した栄養とか酸素が、この間質ですね、ここは液体なんですけれども、ここをくぐり、まあ、ここのところに出て、それから細胞に移っていくんですね。じゃあ、むくむと何が起きるのかってことなんですけれども、それで、むくみっていうのは、この間質の、間質の液ですね、この液自体が増加することになるんです。で、それが増加するとどういうことになるのかって言ったら、当然のことなんですけど、特に静脈です。わかりやすく言うと、例えば、2車線道路を車で走っていたら、快適に走ってたら、突然渋滞になって、で、事故でもあったのかなと思ったら、その先が単に、1車線に合流してた、みたいな経験っていうのは皆さん、誰でもあると思うんですけれども、むくむと、当然血管が圧迫されます。で、圧迫されるんですけど、動脈っていうのは心臓から、拍動で血をこうやって送り出すわけですよね。ですから、比較的影響は受けにくい。ただ、静脈っていうのは筋肉がありませんから、むくみで、例えば、ここに、こんな感じですか。こんな感じで、血管が通っていた、血管というか静脈があったのならば、ここの中がむくむわけなので、自然に、ここの手の範囲は同じなんだけど、この血管のところにどんどん圧力がかかっていくわけですよね。そうすると当然なんですけど、静脈の血流が悪くなる。で、静脈の血流が、帰り道ですから、帰り道が、狭くなれば、行きの動脈ですよね。心臓から遅れてくる動脈の血流も滞るっていうことが起きるわけです。ですから、むくみが取れれば、だるさは大きく改善するっていうことになるんですね。まあ、これ単に言葉で言ってもピンとこないかもしれないですけれども、食べ物で、具体的にむくむようなメカニズムが働いてしまうような食べ物を取ってる方がほとんどなので、また、私の本ですよね、残念ながら、こういう病名ですか、起立性調節障害という病名なので、出版社からオファーはいただいたんですが、最終的には病気の本なので、医者じゃないとダメって言われちゃった、出版には至らなかったんですけれども、今、アンケートにご協力いただければ無料で読めるようにしてますので、この動画の下ですよね、下のところにアンケート、調査の、フォームが貼り付けてありますので、そこにお答えいただければ返信で、この本ですよね、
この本が読めるようにしていますので、参考にしてください。まあ、そのアンケートをなんでやってるかと言いますとね、実は、また他の動画でも言うかもしれませんけれども、まあ、私は起立性調節障害の、起立性調節障害発症のメカニズムと、アレルギー発症のメカニズムが共通しているということに気づいたんですね。共通のメカニズムが働いているということに気づいた。で、その共通のメカニズムはですね、どうも目の疾患ですね、例えばドライアイとか近視、目が悪くなる近視ですよね、近視で、もっと言えばその、近視のが進んだ強度近視、これ本当失明のリスクが高くなってるんですけれども、高くなるんですが、中学生ぐらいでも今もう本当1割近い子がその強度近視になってるらしいんです。で、今また数日にアンケートの1300人ぐらいの調査結果っていうのを、また表にまとめて、紹介するようにしますけれども、どうも起立性調節障害における、強度近視の発症率っていうのは、まあ通常の多分2倍ぐらい、もっとかもしれないです。今数えてる途中なんであれなんですけど、2倍以上の可能性があるんです。ですからやはり、起立性調節障害とアレルギーと、共同近視、まあ、もっと言えば緑内障もそうなんですけれども、どうも同じ、発症メカニズムが働いていて、いる、まあ、つまり関連があるようなんですよね。で、とても本当そういったお子さんが多かったので、また、まあ、また病気のことなので本書いても、出版には至らないとは思いますけれども、まあ、皆さんのお役に立てればと思って、ちょっとアンケート一生懸命取ってますので、ご協力いただけると幸いです。それでは、今日のお話は以上です。ありがとうございました。